調子が良くなってから仕事を一気に終わらせるわよ。お前はメカジキ2番隊の隊長になってたよな。渡墨島もきっと大きく変わってると思うぞ。近くを見て回ろうぜ。敵がこちらより多ければ突破を求むべし、敵がこちらより少なければ干渉を求むべし。海辺の敵、輸送船あり、船を燃やせば勝利をもたらさん。五郎様、結論は出ましたか？ああ、三五宮様の残した虎の巻をもとに推測すると、ファデュイの船が近くに停泊しているのがわかる。だからこそファデュイの奴らもあんなに突き上がっているんだろう。二手に分かれよう。一体が奴らの注意を引き、もう一体がその隙に後ろから回り込んで奴らの船を燃やす。いや、しかし三五宮様は兵力が不足している状況では兵を分断するなとも言っていた。では救援を呼びましょうか？それでは間に合わない。奴らの動向を見るに、もうここを離れる準備が済んでいるだろう。三五宮様の虎の巻には外での作戦は急ぐべからずとも書かれてあった。ではあいつらをこのまま逃すというのですか？そんなの納得できません。実は三五宮様の虎の巻にはもう一言書いてある。窮地に陥りし時、援軍が現れ。だがいまいち意味がわからない。援軍とは一体？五郎、ここで何やってんだ？隊長、渡墨島に戻っていたんですか？助かった。やはり三五宮様の虎の巻に間違いはなかったようだ。ちょうどいい時に来てくれた。近頃ファデュイの残党どもに異常な動きが見られてな。それで今回俺たちは奴らの動向を探り、事前にここで待ち伏せをしていたんだ。だがこちらには兵を二手に分けられるような人数がいない。悪いが、注意を引きつける役を任せられないだろうか？分かった。ファデュイがまた何か悪さをしようとしてるのかもしれない。オイラたちも放っておけないぜ。よし、ことは急を要する。俺たちは後ろから奴らの船を燃やす。その後また落ち合おう。油断するなよ。俺たちも終わり次第すぐ。どうやら抵抗軍のみんなはまだオイラたちのことを覚えてくれてたみたいだな。あいつらの手助けができるよう、オイラたちも頑張ろうぜ。冷たくサクサク。もらった。はっ、次だ。これはとはダマだ。動くなよ。はっ、ここか。はっ、
挑戦。やべえぞ山ども、船が燃やされてる。なんだと、卑怯な山ども。行くぞ。あれは立たされた。目に物を見せてやれ。ズンコ、体勢を整えよう。少し力を出し、まだ時間じゃない。この剣は分かるかい。捕まえた。強制。まずはこれを。ここか。うざいやつ。聞いたみたいに痛がっちゃいない。静かに。お前がいなかったらあいつらを逃すところだった。その手にあるのがここみの虎の巻なのか。どれどれ。うわ、こんなに分厚いのか。実はこれはまだ一部でしかない。あと5冊もある。そんなに。三五宮様はあらゆる状況に応じた戦略を考えている。それにこれらは常備用の虎の巻だ。少し多いのも仕方ないこと。この虎の巻のおかげで俺たちはあらゆる複雑な状況に対応できている。こんなにたくさんの策、どんだけ時間をかけて書いたんだ。隊長、今回せっかく渡墨島に戻ってきたんですし、もう一度メカジキ2番隊の指揮を取りませんか。僕、今は平和な時期ですので、隊の数を減らして民の暮らしを手伝う必要があると三五宮様はおっしゃっていました。約半分の兵士は特別行動隊の編成を維持し、各小隊の支援をしています。ただ先日、昔の同僚が家なんか建てるよりも前線で戦っていたいと文句を言っていたので、タイへの復帰を望んでいるようです。抵抗軍のみんなは相変わらずだな。あ、そういえばオイラたちがここに来たのはココミが祝賀会に誘ってくれたからなんだ。ゴロ、ココミがどこにいるか知ってるか。三五宮様なら今は多分ボーロー村にいる。あそこで何かあったらしい。三五宮様が直々に対処しているそうだ。俺たちもそろそろ離れよう。そうだ、もし道中で兵士たちを見かけたら注意深く観察しておいてくれ。近頃兵士たちに落ち着きがない。なぜかは知らないが、その理由を俺に話したくないようだ。昔はみんな悩みがあれば俺に言っていたのに、なんであんなこそこそと。何か厄介なことがあったのかもしれない。心配だ。そうだな、オイラたちも抵抗軍の兵士たちと話がしたかったんだ。出発しよう